難しいというのはあるかもしれませんが、こうやってマスクでこう上げ下げするマスク会食、慣れればそんなに難しくないと僕は思ってます。慣れるまではちょっとあの難しいってあるかも分かりませんが、まあ、そういった意味でじゃあ何もしないでいいのかというと、またこの同じことをずっと繰り返し続けるのかということですから、今のこのまん延防止等重点措置は政令にそのことがマスク解釈についてもあのマスクの、あの店舗内の義務化等もあの政令であの明記もされてますので、これをうまくあの適用もしてですね、うまくというかここ適用して感染強い街づくり対策、まあ、そしてそれであの美味しい食事を楽しむ新しいこうスタイルというのをあの確立していく第一歩を踏み出さないと、このお店の経営であったり、あるいはその食事を楽しむということと感染対策との両立というのがあの難しいんではないかというふうに思ってます。だから今この時期あのあれマスク会食義務ということで、これはいろんな批判もあると思いますけれども、そうすることでこれを根付かせていけば、ね、それが広がってくればより感染に強い街づくり、まあ、食事を楽しめる街づくりにもなってくるんじゃないかなというふうに思ってます。大阪府民は正しいマスク会食を覚えなさい。尾身さんのコーチを受けるようにいいね。では、尾身教室やりますよ。子供も大人も集まってくださいね。右手で寿司を取ってくださいね。左手は素早くマスクの紐をつかみます。口の中に寿司が収まるように投入してくださいね。左手マスクの紐をつかんだままです。いいですか？ここが難しいですよ。口は歯を使って寿司を噛み砕き始めてくださいね。間髪入れずマスクの紐を左の耳にかけてください。できるだけこの間の時間を短くするのがおみ流でいいす。한국 핵무기 연구소 성명. 대륙간 탄도미사일 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공.